ファニメーション、ファニメーション、フニマチオンにエンターテインメント、フニマチオンプロダクションズ、または、フニマチオンは、アメリカ合衆国のエンターテインメント会社。1994年に、現、福永によって設立され、2005年に、ナバール、ナバーラコーポレーションの子会社になったが後に、不採算事業とされ、売却された。2017年7月31日、 ソニーピクチャーズエンタテインメントのテレビ部門ソニー、ピクチャーズテレビジョンが株式を1億4300万ドルで取得すると発表。この企業はアニメの制作や市場展開、配信などを行っており、現在本社はテキサス州フラワーマウンドにある。アニメーションは1994年、現、福永によってテキサス州フォートワースに設立された。 この企業はドラゴンボール Z とドラゴンボール GT の配信で大きな会社へと成長した。1999年までにこれらの作品はアメリカ合衆国のカートゥーンネットワークを通じて放映され、さらにはアメリカ国外でも放送されるようになった。ただし、カートゥーンネットワークに委託する前にファニメーション自身でこの2作を配信するという計画は あったが、実行には至らなかった。2005年5月11日、ファニメーションは1億40万 US ドルの現金と、ナバールコーポレーションの株180万株分と引き換えに、ナバールの参加へ入り、社名もファニメーションプロダクションからファニメーション、エンターテインメントへ変更した。CEO には、現、福永が留まった。ナバールの CEO、 ケイリー・ディーコンが2008年2月に報告したところによると、ファニメーションは2007年12月に創業停止したジェネオンエンタテインメントのアメリカ部を通して、いくつかの作品のライセンスを取得するための交渉が初期段階に入っているとした。2008年7月、ファニメーションは未完成のまま打ち切りになった作品を含むジェネオンの作品の件を購入した。 2008年のアニメエキスポにおいて、ファニメーションは、かつて ATV フィルムのものだった。創実作品を30作以上購入したことを宣言した。2005年、ファニメーションの法的部門は、ライセンス取得した作品の著作権保護について、より熱心な姿勢を見せ出した。これらの作品のファンサブへリンクを貼っているサイトに、シースディシストを送り付け始めた。これと似たようなことは、 数年前 ATV フィルムも行っていた。ファニメーションの法的部門は、翼クロニクル、ブラック CAT、ソルター、その他北米では知られていないものを含め、ライセンスを取得したことを公表していない作品のファンサブ公開サイトに対して C&D 賞を送った。ファニメーションは2006年10月6日に XXX ホリック、無視。し。 ラグナ・ロクザアニメなどの放送を求めるファンサブサイトに対して送ったシースディシストを通してライセンス主張した。2010年の第一四半期にナバール・コーポレーションはファニメーションを不採算事業の分類に入れ同社の売却の準備を始めた。ナバールは2011年4月にファニメーションが元々の所有者であるゲン・福永も含まれる。 投資家のグループに2400万ドルで売却されたことを追認する声明を発表した。ファニメーションがそのような低価格で売却されたわけは、ナバールがその製品に関わる商品を配給し続けるが、発売を制御しないという形を望んだからだと推測されている。ナバールはファニメーションのタイトルの独占配給者であり続ける。2011年10月14日にファニメーションは、 ニコニコ動画の英語版のニコニーコとの反永久的な提携を発表した。ストリーミング及び家庭向けビデオリリース用のアニメのライセンス付与目的とた、フニコブランドという形をとっている。この時から事実上、ニコニーコが同時放送している全てのタイトルがファニメーションによって取得されたということである。ファニメーション自身は、 アメリカ国外への直接的なリリースを行っていないが、イギリスのレバレーションフィルムズや、オーストラリアニュージーランドのマットマンエンターテインメントといった頃は二次的にライセンスを取得している。2005年末、ビスエンターテインメントのウルフ・エスレインとファニメーションの鋼の錬金術師は、衛星放送ラパッチャー TV の大ヒットアニメの一つになった。なお、OP は途中から、 レディーステディゴーに変更された。悠々白書も、イギリスでの放送が決まったが、どの年齢層を対象にしているかまでは不明。AD ビジョンのアニメネットワークに続いて、ファニメーションは24時間アニメを放送する、デジタルケーブルチャンネルであるファニメーションチャンネルを始めた。オリンピサットが独占的に配信しており、ファニメーションチャンネルは、ビデオサービスプロバイダを使うことができる。 2015年12月31日に、フニマチオンオリンピサットは取引を終了し、フニマチオンのタイトルをチャンネルに、もうブロードキャストをしません。フニマチオンは2016年にフニマチオンチャンネルを再開する計画を発表したが、そのチャンネルは、特として再開された。2008年7月、ファニメーションとレッドプラネットメディアは AT、AT&T とスプリントネクステルの加入者向けの、 ビデオオンデマンドを始めるとした。その一環として、銀河鉄道物語、ガエ園、ムーンフェーズマイナス、ガンスリンガーガールの配信が行われた。2006年9月、ファニメーションは、YouTube に公式チャンネルを設け、ライセンスを取得した作品の DVD、ボックスセットの宣伝や、アニメの映像や、先行放送をアップロードしている。2008年9月には、 フールにもチャンネルが作られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。